皆様こんにちは。シツニー坊主ジャパンです。日頃より弊社郵便料金計器をご利用いただき誠にありがとうございます。この動画では郵便料金改定についてお知らせいたします。日本郵便から発表されておりますように、2024年10月1日より郵便料金改定が実施されます。 25g 以下の定型郵便が現在の84円から110円に、また定型外郵便も120円から140円へ値上がりします。郵便料金計器は速達等を含む複雑な郵便料金も電子はかりと最新の郵便料金表データをもとに正確な郵便料金を自動計算いたします。郵便料金計器の料金表データをアップデートしないと古い料金のまま計算されます。今回の改定では郵便の基本料金や特別料金が変更されるため、料金不足のまま郵便局に差し出ししてしまう恐れがあります。弊社では計器ご利用者様に正しい郵便料金を計測していただくため、郵便料金表のアップデートをお勧めいたします。今後も弊社では郵便利用者、サービス提供者双方に料金計器を通じてサポートさせていただきます。